時刻は夜8時を回りました。5月8日、日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です、はい。番組パーソナリティの、カットしない美容師仲間君弘と争わない弁護士の工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということですね、番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスが797@fmgino1.com 797@fmgino1.com。 また、番組の視聴を見逃した方はですね、 YouTube でも、後から視聴ができます。YouTube から入っていただいて FM ギノワンを検索していただき、日曜日の憂鬱で、視聴することができますので、こちらも合わせてお願いします。はい、ということで5月8日ということですね、ゴールデンウィーク最終日、最終日ですね。まあ、先週はちょうどもうゴールデンウィーク真っ只中で、もう憂鬱じゃないんじゃないかっていう、ハッピーじゃないかっていう話をしたんですけど、今日はもう1年の中でも、もう究極の日曜日の憂鬱の時間じゃないでしょうかね。ですね。すごいですね。はい、すごいですね。金曜日からね、全部、はい、平日休めば10連休でしたっけ。はい、そうですね。長いですよね。長いですね、もう。もう沖縄に行かれた方も今日はもう帰ってぐったりしてるんじゃないでしょうかね。本当ですね。お父さんも大変だったかもしれないですね。そうですね。ね、家族サービスして、うん。こういう時ってどういう気分なんですか？あの日曜日、敦子さんは。日曜日、はい、憂鬱ですよね。やっぱりそれは視聴者の方と変わらないぐらいの感じで。でもなんか、だからって月曜日が嫌っていうわけでもないんですけれどもね。はいはいはい、そうですね。なんかずっと休んじゃった後だと、ちょっと仕事行ってこう、なんていうんですか、はい、エンジンかかるまで時間かかりますよね。うん、そうですね。うん、なんかしかも、月曜日始まりって結構きついですよね。なんかそれが、なんか2日ぐらいで終わるとかだったらまだいいと思うんですけど。確かに確かに、そうですね。あ、1週間みたいな。確かに。はい、本当に休み慣れしちゃってると厳しいですよね。うん、そうですね。だからこういう時は本当に金曜日の平日に一回ポンと出といて稼いでればよかったなっていう。ああ、それは、どっちかというとそういうタイプなんで、はい、確かに一回ね、金曜日出てまたお休みって思えるといいですよね。そうそうそう、そうなんです。うん、確かに10連休明け、まあ、沖縄に行ってぐったりしていきなり月曜日みたいな、1週間丸々みたいな、結構きついですよね。うんうんうん、ですよね。はい、ということでですね、まず今日はちょっとですね、お便りというか、はい、メッセージいただいてますので、ちょっと一つ読みますね。はい、神奈川県座間市の、詳しくは小野陽子さんから。私は夏に、家族10人で、伊豆に行く計画を立てています。素敵。次、お二人は夏の計画はいかがでしょうかっていうことなんですけど、うん、謎だっていう。家族10人で行くのすごいですね。そうですね、大家族。ゴールデンウィーク終わって夏かっていう、もう夏かっていう、ね、はい、もうでももう次はね、夏休みが楽しみですもんね。はい、とはいえ、私何の予定も立ててないですね。そうですね。うん、夏休み、はい、夏休みって取りますか？夏休みという特定のものは特にないですね。うん、あれ、お店お盆休みありますか？お店はお盆休みはまああったりなかったり、気まぐれです。うん、気まぐれですか？そうですね、まあ、事務所もどうなんだろうな。まあ、でも本当のお盆の何ですか、
お盆お盆してるところはお休みかも。数日なら。そうですといね。う感じでそすういね。う、なんか何こう、時かかもない。小野洋子さんの、あれですね、詳しくは小野洋子さんの決意がすごい感じられたコメントだったんで、一応ちょっと一発目に読みました そうですね、行くぞっていう決意、すごい感じましたね。いいですね、ちょっと、でも、どっかに行けたらいいですよね、夏。そうですね。旅行行きたいですね。沖縄に。沖縄に。なんか意外とですけど、なんか8月の沖縄って意外と東京よりも爽やかなって聞いたことがあって。確かに、そうなん湿度低いですよね。そう、なんか意外と過ごしやすいかどうかは分かんないですけどね、なんか意外と東京ってもうめちゃくちゃすごいじゃないですか、なんかすごい。もうなんか嫌な暑さじゃないですか。嫌な暑さですよ。髪もチリチリになる暑さですよ。こう、吸っちゃって。そうですね。なので沖縄は意外とそういうのがもうちょっとマシみたいなことを聞いたんで、じゃあ、夏沖縄目標ですかね。そうですね。はい、ではですね、ここでまたちょっとお便りを、ご紹介します。はい、お願いします。神奈川県平塚市の、湘南の姫さんから、仕事でも家庭でもやると決めていることをやらなかった時の落胆感が半端じゃない。でも、やらない人がやった時の感動も半端じゃない。そのギャップの差は何なんでしょうかっていうことなんですけど。よくあなる。るほど。やるって思われててやって当然っていうことのお話ですかね。そうですね。そういうことだと思います。なんか、いつもやる人はやって当然って思われてて、あんまりやらない人がやると、すごく目立つから褒められるっていうことですかね。そんな感じですね。ありますよね。でも、どうなん、確かにそうでしょうね。なんかなんか本当にやらない人が普段やったとき、なんか称えられるのもちょっとこう、あれですよね。なんか、ずっと毎日やってる人がたまにこう、ポカしたときに、なんかこう、イラつかれるのも、どうなんでしょうかね。なんか 本当は、普段からやってる人を評価しなきゃいけないとは思うんですけどね。本当ですよね。そっちをちゃんと褒めてあげてほしいですよね。そうですね。でも本当空気読まなく、毎回やらない人っていて、なんかたまにポンってやって、なんかこう、そういう人っていますよね、なんか。いますよね。なんはか。い。います。そう。で、やらないから褒められるんですそうですね。だから冷静に考えて振り返ると、確かにそのやってる人を絶対によくしないといけないし、感謝しないといけないんですけど、よ。なかなかその場面に遭遇すると、イラつきの方が起こって、やらない人がやった時になんか嬉しく思っちゃうみたいなのって、やっぱりポンって出てきちゃいますね。ありますよね。それこそ仕事でも家庭でもありますよね。だから、いつもやってくれてる人は慣れちゃってるんでしょうね。それが当然になってるからよくないですよね。そうですね。だからやっぱ常にお互いをリスペクトして感謝していればいいんじゃないでしょうかね。素晴らしい。答えになったかどうかわかんないですけど。リスペクトして、きちんと普段やってる方にも、ちゃんと評価するってことですよね。そうですね。それがきっと、職場円満、家庭円満ですね。そうですね。でもちゃんと見てる人は見てますからね、やる人も。そう、でも、なんだかんだ言って、そうですよね。見てます。なんかやる人がやっても結局信頼関係はそんなに生まれないですもんね。ああ、やったよかったーっていう。確かに。おめでとうっていうぐらいですね。だから、湘南の姫さんでしたっけ？湘南の姫さん。姫さん、大丈夫ですよ。姫さんがやってることをちゃんと見てる人がいます。いいですね、今の重いコメントですね。ますよ。深いコメントでした。お便りありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう一件。はい。東京都杉並区の TM さんから。
先日、大阪から友人が上京してきました。そして手土産に手作りのクッキーを持ってきました。それがあまりにもまずすぎて犬の餌になりましたと。10年前にも上京した時に手作りのクッキーを持ってきて、それもすごいまずくて、もうその時は捨てちゃったんですけど、今回もまたかと思って、やっぱりまたかでした。こういう時はどうしたらいいんでしょうかと。なんかちょっと微笑ましい感じがしちゃう。ねえ、でもほらご自分としては渡すってことは美味しいって思って渡してるわけですよね、はいはいはい、そうですね、うん、でもなんかこの手作りになんか思いをかけてるのがすごいなんか、うん、なんか捨てられないし、まあその犬にあげたっていう選択肢がすごいすごいなとは思うんですけど。そうですね、うん、愛情込めて多分作られたと思うんですけど、まずいっていうあのオチがあるっていう、すごいですね。感動すべき話なのにオチはまずいっていう、あのまずいってなんかね、はい、なかなか珍しいケースですよね。そうですね、10年ぶりですからね。10年ぶりに手作りで作ってきて、10年前も手作りで作ってきて、もしかしたらそのあれかもしれないですね、うん、10年前に、うんうん、あ美味しかったよっていうコメントをなんかちょっとメッセージ入れたのかもしれないですね。言っちゃったかもしれないですねこれ、はい、であの時美味しいって言ってくれたからって同じ味を再現したかもしれないですよね。うん、そうですね、うんうん、あこういうのが好きなんだ、うん、でも本当手作りって結構微妙っていう時ありますよね。まあこう言っちゃあれですけど、うん、でもよくある話ですよね。いやそうです微妙って思われちゃうのが、だからなんか人によっては、うん、まあ、バレンタインデーとかホワイトデーもそうなんですけど、はいはい、その手作りよりも買ってもらった方が嬉しいっていう人もいますよね、うん、なんか、うん、いますよね。やっぱりそのお店の味の方がプロの味の方がいいとか、ね、いますよね、うん、なんかでもそのプロの線引きがちゃんとプロが作りましたっていう線引きがあればいいんでしょうけどね。なんかやっぱこの人が手作りで作りましたみたいな感じがあると、うんうん、なんかどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。うん。うん、ね。はい。でも僕も一回すごい経験があって。何ですか？もともと英会話のレッスンをしてた時に、はい、カナダ人の先生だったんですけど、うんうん、今朝クッキー作ったから、ユー食べてみなよって言われて、うんうんうん、もう目の前に出されたんですよ。思いっきり手作り感あるクッキー。うん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 。それが衝撃的なぐらいまずかったんですよ。もうでも目の前で食べてみなよ、僕も食べるから一緒にって言って一緒に食べさせられたら、もう食べなきゃいけない状況になるわけ。それはそうですね、はい、もうそれが衝撃的な、もう なんか あるらしくて、そのなんか外国カナダ特有の何かを、変なシナモンみたいなのを入れる、うん、なんかそういうジンジャーとなんかそういうクッキーとかはねありますけど、はいはい、それがもう衝撃的なぐらいまずすぎて、なんかしかもなんかこうちゃんと包装してパッケージしてたとかじゃなくて、もう普通にあの皮の汚いバッグからこう素で出されて、でも何も言えないっていう。でもご本人も食べてるんですよね。ご本人もそうそう、ご本人はなんかまあ自分で作ったからか。うん、普通に食べてましたね。美味しいでしょって言われて、うん、いやいやいやとかも言って、はい、なのでもう英語でデリシャスって言うしかないですよね。言うしかないですよね、はい、これはもう言うしかないです。へえ、手作りはちょっと気をつけた方がいいってことですねこれね。うん、そっか、でも全然、まあでもそういうことをする気持ちは素晴らしいなと思いますけどね。そうですね、全然ここのところそういうことしてないなって思いました。そんな手作りして誰かにあげるなんて、うん、でもなんかもう意外とですけど、本当手作りじゃなくてもポンって買ってきた方が良かったりしますよね。なんでももうさらっと、それとかドライでっていう、うん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 、まあそこにね、こうちょっと何だろう、何を送るかに対してはいセンスを光らせるみたいなね、うんうん、最近なんかこう潔癖症の方とかって、うん、結構なんかよく芸人さんもよく言ってるんですけど、うん、
手で握ったおにぎりが嫌だとか、なんかありますよね。ありますよね。なんかあと人、なんか、お弁当も、なんかこう手作りのお弁当は食べたくないとか。なんかそれが多分、その、例えば、なんとか、有名ななんとかシェフとか、なんとかパティシエさんが作りましたっていうもので、うん、まあそれが別にパッケージされてなくても、その人が作ったっていう、なんかまあブランドじゃないですけど、そういうのがあれば多分美味しくいけるんでしょうけど。ですよね。おにぎり問題はね、よく聞きますよね。なんか昔はそんなになかった、あったんですかね。ねえ、なんか気にしてなかったですけどね。まあなんかそういうふうに言われると確かにちょっと意識しちゃいますよね。まあ、いや、そうですね。コロナとかあったりすると余計なんかそういう。ありますよ。あつこさんは何でもいける派ですか？何でも平気ですね。ああ。似てないかも。いや、絶対そっちの方がでも本当いいですよね。別に誰が握ったおにぎりでも美味しくいただきますけどね。でもなんかちっちゃい時の本当あれですね、母親の教育なんでしょうかね、これって。ですかね。まあ確かにね、ちょっとね、潔癖症気味の人とかだと無理ですしね。衛生観念ね、厳しい方とかも。はい。ありますよね。そうですね。仲間さんはどうですか？いや、結構大丈夫なはずなんですけどね。なんかそういう話を聞くと、まあ確かになっていう、なんか。あのやっぱ見ちゃいますよね。なんかその人がちゃんとあのちゃんと手洗ってるのかとかなんか本当あんまり意識しなかったんですけど、なんかやっぱり結構そういう情報をなんか聞くと、あ、そう、そっかっていう目線もちょっとやっぱあったりするんで、そうですね。私も誰でもって言いましたが、ちょっと知らない人が握ったおにぎりはちょっとプロじゃなくてですよ。そうですね、そうですね、じゃあやっぱりあれですかね、お店のものが美味しいってことですかね。そうですね、あの、まあ、もう買っていくか、はい、もう作らないということで、作らない、なんかあのあれですね、ホームパーティーとかやるときも意外となんですけど、手作りじゃなくてもう買ってきて、なんかこうオードブルみたいなの買ってきてやった方がもう楽だし、気使わないし、なんか本当めちゃくちゃ慣れててすごい人っているじゃないですか、そのもう本当に本的にやる人、そういう人はいいと思うんですけど、なんか本当たまにやってちょっと微妙な感じだったら、もう買ってきちゃった方がなんか気使わなくていいなっていう。確かに確かに、来る人みんなで持ち寄るのがいいかもしれないですね。そうですね。買ってきたものって、それがお互いに楽かもしれないですね。そうですね。だからもう本当オードブルセットをポンと用意して、はい。じゃあそうしましょうか。これ聞かれてる方どうなんですかね。そうですね。皆さんは手作りしますか。そうですね、はい、ということで回答になったかどうか分からないですけど、なりましたかね。じゃああともう一件、これは、お便りコメントですね、先週に引き続き、埼玉県在住の741歳の魔女さんからです。あつこさんへ、お酒飲んで頭がはっきりするタイプなんだなんて肝臓強い笑いだそうです。ありがとうございます。だからでもこの頭がはっきりするイコール肝臓強いってもうちょっとあれですね、発想がちょっとなんか不思議な発想ですね。頭肝臓、まあ、肝臓が頑張ってるから、はい、そこまでこうアルコール一生懸命分解してるから、ってことですよね。それを言いたかったんでしょうかね。そう、そういうことですよね。肝臓が酔っ払ってるんですけどね。そうですね。なんかでも私は外で飲むより家で飲む方が飲みすぎちゃいますね。ああ、でも本当、それ結構この本当にコロナ禍で結構問題になってますよね。
なんか最近本当あれですね、ゴミに出る缶の量とかがすごいですよね。すごいです。めちゃくちゃ増えましたよね。増えました、増えました。自分も含めてですけどね。そうですね。で、ゴミ出す時の缶の量すごいですそうですね。ね。でもなんかだん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 やっぱり増えていくもんなんでしょうね。でも家にいると、さ、お酒の量自体が。ね、量自体増えちゃうんですかね。まあ、確か、あと時間がね、終わりがないから、ありますよね。飲み会だったら2時間で終わっても。そうですね。まあ、あと帰らなきゃいけないっていうのがあるから、まあ、やっぱり理性が働くというか。働きますね。そこまで泥酔はしないですね。帰巣本能ありますしね。帰ってきますよね。そうなんですよ。ね、家飲み文化がかなり飲みすぎますね。そうですね。そうです。飲私もちょっと昨日飲みすぎちゃったんで、家で。そうなんとでいうことで、今週もですね、最後に、あつこの、手相コーナーということで。レギュラー化していただいてありがとうございます。このラジオでね、画面は見えないのに手相を言うっていうね、音声だけで意伝える。外とこれ本当に評判が良くて、でなんすかか。ソロモンの輪とか、見せて見せてとかって言われるんですけど、なんか最初のあれがもうすごく衝撃的で、もう本当ついていきますみたいな感じで。マスカケ線ですね。マスカケ旦那線でさす。ん持ってるのはね。実際マスカケ線なかったっていう話なんですけど、まあ、だからそれで結構。じゃあ今日のワンポイント手相は、手のひらに M、アルファベットの M がある方。M はないですね。大体こう生命線とか、感情線のところがこう M のこう、なんていうんですか、縁になってて、こう M 型を書いてる方って割とね、いらっしゃるんですけど、中間さんないですかね。ないですね。完全に本当に、これ M があるとご先祖様から守られてるっていう意味ですね。それはなんか、あれなんですか、ご先祖さんから守られてるっていう、その何かがあるんですか？その守られてるから何かにいいとか。そこまで詳しくないです。なるほど。まあ、とりあえず守られてるということ守られてますよって。で。出てきたら今守られてますよって。私これずっと左手にあって変わらないんです。ずっとあるんですね。そうですね。やっぱりどうなんですかね。よくね、左手が持って生まれたもので右手が現在を表すとか言いますが。そうですね。やっぱりなんか私利き手右手なので、それもあってか、やっぱり左の方がずっとそのままで右が変わっていく感じもしますね。さて、そろそろお時間も終わりに近づきました。皆様、憂鬱度加減はどうでしょうか。ちょっと緩和されましたかね。 大丈夫、みんなで一緒に月曜日迎えるんで大丈夫ですよ。この番組は本当に憂鬱を消すっていう番組ですかね、一応。それは希望に変えるですからね。またじゃあ皆さん明日から本当に頑張っていきましょう。頑張っていくと。ということで、ではまた来週の日曜日の夜8時にお会いしましょう。行きましょう。今日もありがとうございました。では、ではでは、おやすみなさはい。ーい。